こちらのポッドキャスト。どうも石田です。団長です。さあ団長、はい、私はですね、多分これ銀河鉄道の夜稽古が始まりまして、東京にやってきておりますという感じですね、うん。またなんかこう東京ですごい雪が降ったりして。あ、そう。へえ。結構ね、なんか寒くなったよ。で、今日はでもすごくあったかかったりとかね、なんか寒暖差が結構日によって変わったりするような。で、しかもそんな中、なんかね、もうムズムズが始まりまして、なんかもう気配があるんですよ。もうあららら、こうちょっとこう春めいてくるというか、暖かくなってくると、あれなんか来てるぞみたいな感じで、まあ花粉ですね、いわゆる、はい、はい、花粉が舞い始めたのかなみたいな。なるほど。なんか、はい、ドキドキしてるっていう今日この頃でございます。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか、というような感じでございます。なるほど。はい、止まってるウィークリーなんですけれども、シャワーが、きっちり止まるタイプでございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。もう最高です。回らないです、シャワーが。なんかこう、はい、ゴムみたいな感じでね、こうグイッとこう止まってて、あ、もうしっかりめの、はい、しっかりめですね。はい、綺麗なウィークリーで、という感じですね。なんかこう頑張っていこうかな、という感じでございます。なんか六角みたいな感じ、うん、逆に好きなところで止まらへんやつもあるけどね。あ、ありますね。ズポって入ったらもうカチッカチッカチッとこう、納豆みたいなやつ、もういっぺん出してと刺さなあかんやつね。はいはいはい、大丈夫です。自分のいい感じのところでグイッとグリップが効く感じの、はい、よかったですね。最高です。はい、まあやっぱシャワー大事なんでね。私もね、月末から東京2ヶ月ぐらい行くんで、あ、本当ですか。ウィークリーを取ったんですけど、はいはいはい、分からないですからね、シャワーだけは。でまた前回みたいにね、カーテン、シャワーカーテンが半分しかないとか、そんな事件が起きたらどうしようっていう、もうちょっとした恐怖症、もうウィークリー恐怖症 PTSD になってます。分かる、分かります、分かります。ウィークリー入るとき緊張するよね。分かるわ。そのなんかマンションのまず入り口とかのゴミ捨て場があるパターンの時に、はいはい、マンションの入り口のゴミ捨て場でなんとなくそのマンションの具合分かったりするじゃないですか。はい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 。ちょっとあれ果ててるのかみたいな。うん、分かります。ちょっと世紀末風マンションなのかみたいな。治安どうなんだみたいな。そう住んでる人たちの、住民の人たちの感じどうなんだろうみたいなね。ドキドキする感じあるよね。そうそうそう。なんか大物がゴミ散らかってたり、おやってなったり。なんか綺麗じゃないですか。すごい綺麗だな、ここは、みたいな。あ、そうなんですよ。そういうちょっと安心というかね。ね。うん。あ、オートロックなんだ、みたいなね。いろいろありますよね。そう。うん。あ、この人何でも入れるんや、みたいなとか。なんかそう、ね、なんかドキドキ。ありますね。はいはい。するんで、ちょっとね、もう今からちょっと憂鬱です。早いんだ。いや、自分で撮ったんでしょ、ウィークリー。自分で撮れました。自分で撮ったんだ。それはなんとなくこう、想像つくんじゃないですか、その辺は。でもね、もうね、場所で決めたんですよ。あ、はいはいはい、そのパターンね。結構、僕の稽古場が途中で分かれるタイプで、はい。で、しかもその両方が遠い、離れてるんですよ。だそれをうまいこといけるピンポイントの、この時はこの線、この時はこの線で、もできるだけ乗り換えしたくないんで、ピンポイントにした結果、はいはい、もうだから、どこがどうとか、そんなも関係あれへんっていう。場所だけ。まあまあまあ、そうね。そう、場所、まあ場所大事ですからね。まあ言ったらアクセスというかね。そう、アクセス。駅から近いのかとか、その周りに何があるのかとかね。もう駅近、だからもう雨の日でも何の日でも稽古に行きやすいよ。もう、一日中稽古場いるから。はいはいはい。まあまあ、そうなりますよね。もうそこを重視したんですけど、はい。若
干ね、まあ、まあ言うと西新宿なんですよ。おーおーおー、西新宿ですか。あんまりもうちょっと住むとこはあんま言わん方がいいけどね。もうちょっとなんか、はいはい、なんかもう嫌な予感がするんです、なんとなくね。まあそうですね、私もまあちょっと西新宿にはちょっとした思い出ありますからね、少し前ですけど、はい。なんかね、あんまり予感がしてなくて、もうはい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 、もうなんか未来予測でもう憂鬱なんです、今だから。そうですね。ただそのもうアクセスはいいし、はい、もう周り何でもあるよ、空っていう。ね、西新宿ね、便利ですからね、まあ。ただ僕が嫌な感じかしないです。そうですね、僕がまあもうずいぶん前ですけど、少し前かな、借りてた西新宿に借りてたゆっくりみたいなところは、うん、玄関に降りたらその玄関がもうタバコ場みたいになってて、はい、常に朝行くと誰かタバコ吸ってて、そのタバコの煙浴びながら出ていくみたいなね、ちょっとまずニコチン食らってからね、うん、え何これみたいな、うん、朝の一番いい空気を吸おうと思ったら、あタバコだみたいな感じのところはありましたけど、まあまあまあいろいろありますから、それは。わかりました。ちょっと頑張ってください。はい。はい。そんな中ですよ、団長。またもう申し訳ない。本当に最近さ、こっちよろポッドキャストは特になんですけど、うん、もうラーメンの話と、ねえ、そんなことしか喋ってないんですけどさ。でもラーメンラジオです、これは。ラーメンラジオに なり下がってる。本当は大人の、ね、恋愛を語りたい、うん、成り上がってます、これは成り上がってます。いやいや、成り下がってるよ、成り上がりラーメンです。ラーメンポッドキャストみたいになってるんですけど、うん、いやそうですよ、なんか決めた方が増えるらしいですよ、登録者は。ほんまにラーメンの話してないけど、またもう、うん、ごめんなさい、ラーメンの話なんですけど、はい、天一ラーメンというか天津飯食べました。天津飯、この天津飯、天下一品の天津飯、あー天一の、はいはいはい、こってり天津飯の団長が言ってたじゃないですか。うん、その言ってたっけ俺。そうそうそう、団長が教えてくれたんですよ、天一で天津飯定食があると。うんうん、でしかもそのこってりのスープがかかった天津飯なの。あーはい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 、みたいな、そんな食べたことないみたいな言ってて、うん、最近行った天一がその、うん、あったんですよ、それが。はいはいはい。でも頼んでしまいました。あーこってり天津飯セット、こってりラーメンとこってり天津飯、こってり天津飯、もうねびっくりした。あら、栗びつ、はい、同じ味でさ、こんなに同じ味かっていうぐらい同じ味で。いや、本当にあれがかかってるもんね。ただただこってりのスープがかかった天津飯でさ、うん、びっくりした。いやいや、まあもう美味しいんですけど、その、うん、なんていうの、もうあんみたいになってんのかなと思ってたから、ちょっとこう、うんうんうん、あんかけす、なんていうの、ちゃんとあん片栗粉でね、片栗溶いてあんかけ風こってりにしてくれてると思ったら、そう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 、シャバシャバ、ほんとにただのこってりスープがかかってるみたいな。いやそりゃそうよ、うん、びっくりして。いやそれはそれで美味しいんですけど、まあね、天津飯頼んで上からかけた方がね。いやそう、同じ味か。いや美味しかったですけどね、全く同じ味やったからうわーってなって、でも美味しくいただきました。はい、それのちょっと報告をしたかったっていうだけです。食べましたって。じゃあもう、うん、ラーメンラジオっていうか、もう天一ラジオとして言わせてもらうけど、はい、実は私も、最近ですね、はい、某はい、鍋島と、ああはい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 、うちの某ヨーロッパスタッフ鍋島とね、はい、京都の二条の天下一品行ったんですよ。はいはい、あ行きましたか。はいはいはい、その時に、はい、まあ、ちょっとそこ行った後もう一軒行こうみたいな、ちょっと軽飲みっていうか、あはいはいはい、ちょっと飲もっかみたいな感じで、うん、いいですね。でちょっと
天一やけど、でも天一がすげえ食いたかったんで、うん、はいはいはい、とはいえラーメン食ったらもう、まあ、腹膨れちゃうから、そうね、はしごってなったらしんどくなるから、はいはいはい、刺しもの僕もちょっとまず1軒目とにかくこってりスープを堪能したかっただけだったんで、いろいろこう半ラーメンとかなかったかなとか見たところ、うん、あのワンタンあるん知ってます？え、ワンタン麺？麺じゃなくてもうワンタンスープ、あ、こってりワンタンみたいなのがあるってこと？そうだ、ワンタンスープってのがあって、で僕それ、あ、これ多分こってりの汁にきっとこれワンタンがちょっと入ってるやつなんやと思って、値段も650円ぐらいです。なんか安いんですよ。はいはいはい、普通に130円ぐらい安い、200円近く安いぐらいの感じで売ってて、あ、これはきっとちょっと小ラーメンみたいな感じでワンタンとスープのそういうやつだと思って、まあ水餃子みたいな感じのやつだろうなと思って、なんとなくね、はいはいはい、そうで、それでもうワンタンって頼んだんですよね。おお、なるほど。きっとこう軽くスープで堪能できるわと思ったら、もうマジで普通のラーメン丼に、うん、はい、チャーシューとかネギとか全部入って、麺の代わりにその具の入ってない、だからなんていうの、水豚みたいな、ほんまにワンタンの、はいはいはい、ワンタン、もう中の具のないワンタンが山ほど入ったやつが来たんですよ。おいで、スープは？スープはもうこってり、だから普通のこってりラーメンの麺が大量のワンタン、具のないワンタンになったやつが来たんですよ。なるほど。シンプルに。うん。だからその麺ではないけど、あの小麦粉の塊が山盛り入ってるから、確かにね、都合普通のそのラーメン食ったぐらい腹いっぱいになるやつが出てきて、しかもその具のないワンタンやから、ほんまにそういう麺ならずみたいな、麺なってない小麦粉の塊を食いまくってるみたいなやつが出てきて、これはこれでなんか、あ、って200円ぐらい安くてこんな腹いっぱいになるやつあったんやと思って、最高ってこと。じゃあそれはそれで、まあこれはこれで不思議な食感やし、だからワンタンの、おー、なるほど、うまいんや。ほいで一辺だ、まあもうただのなんかね、チャーシューとかネギも全部入ってるんですよ、麺の代わりに。ただそのワンタン、具のないワンタン初めて食ったし、ほんま水豚、あー、なるほどね。なんかだから、平打ちのむっちゃペターンってしてるやつみたいな。そう、うまそうやな。食感もトゥルンってしてるし、そうそう、だから第5弾で腹は膨れたけど、うん、あ、これはこれでありなのかもしれないと思って。しかもこってりなんや、ちゃんとスープ。じゃあスープはもうほんま、でもラーメンの代わりす、麺の代わりにワンタン入ってるだけ。ちょっとそれはそれ食べてみたいな。あんのかな。いや、そう、チャーシューも全部あるし、いや、ぜひ。あの日行った二条のラーメン屋が、あのタヌキに化かされたんじゃなければあると思うんで、あ、で多分どこにでもあると、あるんじゃないかな、ないんかな。ちょっとやばい、天一ラジオになってる、これ。天一ラジオになってる。うん、天一ラジオになってる。恋愛トークしたい、そろそろ。あ、そう。唐揚げも今こってりのだし入ってるってしました。知ってる、それ。あれうまいよね。こってり唐揚げ、美味しい、美味しいよ、あれ。美味しいよな、また食べたくなるから。もうまたちょっとこう、はい、すいません。まあでもそれぐらい元気だということです。本当にわんぱくです、最近。ああ、まあでも稽古でね、疲れたらぜひ、そうですね、元気ならもん食うてください。はい、いきましょう。もうだって10分以上喋ってる。カクテル恋愛相談室、目覚めいかがですか、皆さんの目覚めは、ということなんですけれども。はい、うん、良い目覚めしてますか。じゃあ石田派閥の勝、あ、勝さん、はい、でいいですよ、やっと恋愛にこの人が持っていってくれそうです。何何何、どうした。猿、1月15日以前メールしたディズニーゲートに行ってきました。おお、前回団長には人妻かと言われたんですが、独身女性です。なんで俺そんなこと言うたんやろ、うん。というか2年半前、うん、2020年の6、8月にこちらで恋愛相談をしていた女性で、一度振られたからです。なんと、そんなもあったな。振られた後も共通の趣味があり、この2年半連絡取り続けてたんですが、向こうからの誘いでディズニーデートに行ったんです。マジで向こうからの誘い、
会ってデートしたら分かってたけど、一緒にいる時間がとっても楽しくて、やっぱり僕は彼女のことがめちゃくちゃ好きで、でもディズニーデートの日は告白できずにお別れして、2月5日に改めて会う機会があったので告白してお付き合いすることになりました。彼女もこちらリスナーで、石田さんの話で紅マドンナと同じ品種気になって購入して食べて美味しかったそうで感謝してました。ちょっと待って、お付き合いしてるやん。そうそう、だからもう多分これ聞かなくないや、さらっと今さらっと男女呼んじゃってほら、おめでとうございます。しかも彼女さんもリスナー、はい、すごっ。おめでとうございます。いなくなるんでみんな、カズさん、そして彼女さん、おめでとうございます。リスナー同士でくっついちゃった、最高じゃん。確かに確かに、ちょっとメール減ってきてるからな、勝つからの僕が彼女とお付き合いできた何かはこちらのおかげだなと思ってます、うん、こちらを続けてくれてありがとうございます。いや、こちらこそ、トークテーマ、なんかトークテーマは目覚め、はい、目覚めね、うん、悪いです。あら、悪いんですが気合で起きて仕事に向かってます。パッと起きれないんですが、なぜか目覚まし鳴る前には目が覚めて、目覚ましを見ながら目覚ましが鳴るまで今日やることを頭で考えて起きています。俺と一緒いや、その俺と一緒とかじゃなくてさ、団長。あ、そう、俺と一緒なんか全然全然トークテーマ、トークテーマの方にこうトークテーマにちゃんと向かい合おうと思ったんやけど、トークテーマどうでもいいじゃん、もうこんなの。あ、そう、カツさんにおいては何のためのテーマやって話になってくるからね、そしたら俺と一緒とかじゃなくてさ、団長、俺もいや、俺もじゃなくてさ俺もじゃなくてさ違うね。時計を見ながら目覚ましが鳴るまで今日やることを考えて、目覚まし鳴る、うん、ならないの話じゃないんや、ならないの話じゃなくて。あ、そう、おめでとうございます。 そんなのだってもう起こしてもらえばいいじゃない、そのね、電話で。うん、一応振られてね、2年半、うん、2年半連絡取り続けた、つけたっていう、素晴らしい、すごいな、こんなことあるんだ。一回振られてんのに2年半連絡を取り続けていた、全部都市伝説やと思ってたからな。すっごい。でディズニーに行きましょうよっつって行ってみたらやっぱ楽しくて、これだから本当にわからんね、本当にタイミングってあるわけで、やっぱり一回ダメでも、これもうすごいいろんな人に勇気与えられるメッセージじゃない。ピンときてないな、ピンときてない人妻かじゃなくてさ、団長。そもそもそれを言っなんで言ったんやろの方が僕気になってる、自分が。俺はどういう流れで俺人妻かって言ったんやろ。いや、まあ適当に言ったんじゃないの、その。人妻かってその何のどういうボケ。いや、人妻じゃないし、独身女性やし、振られたけど。連絡取り続け、ただただね、共通の趣味があってみたいな、いろいろなものがあって、いやでもそれってあるよね、こちらもじゃあ共通の趣味やったよね、きっとね。じゃあ次いきますか。いや、おめでとうございます、嬉しいです。次いきますけど、おめでとうございます、本当に、聞き続けてくださいね、付き合っても、お願いいたします。はい、次エリリン、はい、エリリンさん、ありがとうございます。昨日関東は雪降りましたが、すぐ雨になって凍結もなくてよかったです。ああ、よかったです。それは特定は目覚め、はい、実家に住んでる時はどちらかというと遅寝遅起きな私でした。仕事先も家から徒歩30秒の距離だったので、2時寝て9時に起きる生活でした。しかし今はシフト制な上に、シフト制な仕事の上に早番だと7時仕事開始なので5時に起きています。寝る時間はだいたい0時頃か日付が変わる前には寝るようにしています。早起きが苦手でしたが、慣れればなんとかなるもんなんですね。なるほどね、ということでございます。
まあそう慣れるんよな、早いが続くと。いや、なんかねそうなるよね、体がね。でもすぐ戻るけどね。そうそう、でもなんかこう、なんとなくもう別に遅くまで寝てていいようになっても数日間それ抜けなくないですか、なんか、はいはい、あっていう。わかる、ね、あ、ちなみにもう一個メール来てて、うん、徒歩30秒じゃなくて1分30秒でしたっていうメール。なるほど、はい、ありがとうございます。詳しく俺がありがとうございます。はい、でも結局まあ夜結構起きてることが多いかな、まだ。夜ずっと起きちゃってみたいなね、朝早い時もあったりもするけども、だらだら次の日何もなかったらとか昼からでよかったりすると結構だらだら2時3時まで起きちゃっててみたいな、そういうのありますね。まあ猫とかって夜行性なわけじゃないですか。猫って夜行性なんですよ。あの夜結構ね、バーッと遊んだりするんですよね。まあ夜寝るんですけど、結局深夜とかは。で朝また早く起きてるとか、で結局昼間はずっと寝てるみたいな。あ、不思議なんですけどね、なんかね、昼間ずっと寝てるなみたいな。なるほど。幸せそうだなと思ったりもするけどね、猫なんか見てると。何の話やったっけ。確かに勝が付き合ったっていう話です。いやそうね、朝ね苦手かな。さあ私も行きますか。はい、はい、ラジオネームバリ、前回石田さんに超能力者と言われて思わず聞きながら笑ってしまいました。目覚めというこれで、一言で言うと朝は強い方です。そういうことね。はい、夏休み中のラジオ体操は生放送の6時半に始まる地域でしたが、アラームなしでちゃんと毎回参加できてました。すごいなこの方。大学時代、私は合唱部に入っていました。そこでは夏と春休みに5泊6日の合宿があり、内容は歌うか食べるか寝るかという耐久レースで、なるほど、練習は夜は2時まで歌うこともありました。しかし朝は必ず7時半から朝食。おーマジか、5時間ぐらい。朝の配膳当番になると、7時には部屋を出てお椀並べたり、ご飯持ったりします。当時、参加していたのは大体50人分です。50人の配膳当番は部屋で分けたり、学年やアパートで分けたりします。なぜか男子担当になると寝坊野郎が部屋からなかなか出てこなくて困る時が多々ありました。また部屋の階は男女で何があっては困るんで、それぞれ立ち入り禁止になってました。しかし起きてこない場合は部屋までは廊下までは侵入が許されます。そういう場合は廊下で私がラジオ体操の歌を廊下で熱唱することになっていました。ちゃんと2倍まで歌うと寝坊野郎たちが起きてきて朝食準備するという流れです。やれやれというこれでございます。なんかさ、この方さ、バリさん、もうすごいじゃん。なんかこう人としてなんかちゃんとしてるというかさ。まあね、あのさ、こういう人ってね、なんか最近聞いた話だとあれらしいよ、もう人間をさ何回もやってる人、ああ何週目ってやつね。あ、知ってる、この考え方の話。輪廻なんかな、なんか知ってはいないですけど、輪廻なんか前世なんか、前世とかよく言うじゃん。で、よくさ、なんかこう犯罪を犯してしまったりとかさ、まああんま簡単に片付けちゃいけない話なんだけど、これを言い出すと、その、なんかそういう失敗とかしちゃう人とかっているじゃん。例えばよく寝坊しちゃうとかもあるんかもしれんけどさ、はい、そういう人は人間初めてなんだって。一周目で、一周目、それまで多分猫とかだったんだよ、それこそ。あ、もう感覚が抜けてないよ。感覚がこれまでずっと猫、沖縄の人、猫の人むちゃくちゃ多いんかもしれんな。で猫で徳を積んで人間になってみたものの、
いや、今の考え方も良くないかもしれない、うん、猫が徳を積んでにに人間になるとかね、猫より人間下なのかみたいな話になってくるから、そういうことじゃないかもしれないけど、まあでも、まあ、いいですよ別に、うん、今はとりあえずいや、そういう考え方じゃないのかもしれないけど、まあまあ何しかこう今まで人間じゃなくて、うん、初めて人間やっちゃったから、うん、寝坊が多いとかさ、今まで猫だったらそれはそうなるよみたいな、ただもう人間を何度も何度もやってて、そういうことでね、うん、なんかこう反省とかさ、こう、うん、なんか自戒の念とかもいろいろこう徳を積んだりとかしててっていう人は、うんうんうん、そらもうアラームなしでも起きれるかもしれないなってちょっと思った。なるほど、うん、人間5回目とかやったらさ、あ、うん、そういう考え方あるらしくてさ、最近聞いたんだけど、なんか、うん、確かに僕はもうなんか20年ぐらい前に島田紳助が言ってるぐらいから島田紳助言ってたなって思って、紳助さんそういうの言ってたんや、うん、うわ、ちょっとあのなるほどなってちょっと 思っちゃってさ、その自分にちょっと甘めに考える時なんかもしれんけど、うん、あ俺人間初めてかもな、ん一週目ですか一週目かもなみたいなさ、そう人間得意じゃないんかもなみたいなさ、うん、確かに、でもあなるほどなと思った、恋愛とかに置き換えてもそうじゃない、なんかすごいこうさ上手な人いるじゃない、うん、異性に対してさアプローチだったりとかさ、あ、まあ、モテまくる人、うん、モテる人いますね、ね、うん、そういう人はさ人間何回かやってたりとか、例えばさ、うん、あの猿とかのさすごいモテる人だったりとかしたわけらさ、うん、人間1回目でもさ猿とは違うかな、まあ、強き者がモテるからな、なんかまあ分かんないけどね、逆にもう引きこもったりしてる人12週目ぐらいなんかもしれないですね、じゃあ。ああ逆にね、飽きてもうて、うん、あそういう考え方もあるかもね、人間界の辛さに知ってもうて、もう経験しすぎてね、うん、いやいろいろありますけどもね、いろいろありますけどもっつってなんか変なまとめ方になっちゃうけど、うん、なんかそんな思っちゃったわ今。確かにな、なんかポジティブな感じで1週目ってのもあるけどね、なんか確かにね、こうなんかもういろんなとこ行って楽しむ人いるじゃないですか、うん、アクティブで景色とかなんかあんな見てうわーってなれる人って、あーそっちの方がいいな、逆に、うん、なんか新鮮ってことでしょ、うん、そうね、僕そういう意味じゃ多分、うん、もうくだらん7週目ぐらいの感じかもしれないです。くだらん感じで7週して全然その夜景とか見てもスンってするしそう、なんかなるほどなるほど、良くない周回重ねたやつ、うん、そういうことね、そう可能性もありますから、うん、ね、難しいですね、だからちょっと人間関係で困ったりしたらさ、あの人はもしかして人間1週目かもなとかね、うん、そういう風に思えれば、まあね、嫌なやつとか、うん、合わないなとかね、ちょっとそういう考え方でいけるのかもなっていうのちょっと思ったりしてね、確かに、まあまあそういう感じですわ、わかりました、いきますか、トークテーマ次回、はい、なんだろうな今日の話の流れからという、人生何週目ネタですか。あなた人生何週目ですかって。人間何難しいな。人間何回目か。いやそれ知らんしな。ねえもう2月今2月ですか。2月ですよ。だからもう次の時にはバレンタインも終わってますよ。おー、そうか、もうチョコの感じも終わってるか、うん、まだバレンタインですな、バレンタインですな、あと3日で、じゃあやっぱり告白、チョコが差し入れられる、うん、やっぱ告白っていうテーマでいきましょう、ちゃんとさやっぱラーメンばっかりの話じゃなくてさ、
恋愛トークしなきゃなと思ってるんで、うん、確かに、うーん、告白の言葉、あら、うん、それじゃあ勝つの告白の言葉も聞けると、あ、聞きたい聞きたい、告白の言葉、うん、確かに、でも年取ったら告白の仕方も分からへんもんな、ね、告白のシチュエーションとかさ、どこでどういう風に言ったとかね、ちょっとこれまでのあなたのなんかこう思い出の告白また教えていただければと思います。確かに、はい、どういう風に告白するのか、一回 LINE で冗談にも取れる感じで付き合ってやっていうやつ、一回それでジャブ打ってね、嘘嘘嘘つって、嘘嘘嘘嘘嘘、なんかかっこ笑いつけるかつけまいかぐらいの感じの、うーん、感じじゃなくてね、ちゃんとした、ちゃんとしたね、面と向かっていう時の告白、はい、告白の言葉教えてください、はい、といったところで今週以上です。また次回も聞いてください。さよなら、さよなら。 LoveFM Podcast、 LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast。